そのダサいところからどうやっていいところまで振り切っていけるのか、いい言い方すると大学生、悪い言い方すると夏休みの少年ということでね、夏休みのお盆帰省ラッシュ時に出てくる量産型おじさん。はい、本日ですね、脱おじさん30代40代の大人ポロシャツ正解はこれだというのをやっていきたいなと思います。こんなタンクトップ着て半袖半ズボンのねおじさんが言うことじゃないんですけど、今からビフォーアフターでね、そのダサいところからどうやっていいところまで振り切っていけるのかっていうのを実演しながら、だから喋るトーキングトークだけじゃなくて実演していきましょうということで、こちら世間一般的にアンケートで言われたダサいと言われた、こういうポロシャツを買ってきましたので、こちらもまずね着ていきたいなと思います。ではですね、まず、ダサコーデポロシャツのエントリー版ということで、こちらボーダーの、シャツにこの柄のショーツを合わせるという、いかにもどうでしょうか。これ合わせ方によったらねいいっていう人もいてるかもしれんけども、まあ、ちょっと大人の方にはちょっと向いてないというかね、ような感じかなと思います。よくていい言い方すると大学生、悪い言い方すると夏休みの少年ということでねやらせていただいております。次ダメパターン2をねいきたいなと思いますね。ダメパターン2っていうのはね、こんな感じです。はい、とまあいかがでしょうか。これはですね、夏休みの、少年っていうわけじゃなくて、これ完全なるおじさんコーデですね。別にグレー あのポロシャツが悪いってわけじゃないんですけども、まあ、グレーのポロシャツ、そしてあの皆さん大嫌いなあの縦のカバンね、縦の本革カバンがダサいっていうお声非常に皆さんからいただきますけども、そのコーディネートに、下は夏やからなんかわからんけどガラパンでも合わせとこうかっていうスタイルがこれになっております。だから夏休みのお盆帰省ラッシュ時に出てくる量産型おじさんというのが、このスタイルになってるんですけども、いかがでしょうか。じゃあこっからポロシャツコーデになってるので、ポロシャツをどうやってこう似合わせる方に振りくっていくかっていうのをね、34歳のおじさんを使ってねどうなっていくか見ていきたいなと思います。もう早速変身しますよ。まあ後でも言いますけど、やっぱりポロシャツに半袖ズボンってあんま合わへんから、ロングパンツに、さらにポロシャツはちょっとね、イギリス産のいいとこのやつをね持ってきました。今これ着用してるのが、ユニクロのポロシャツなんですけども、ドライカノコっていう1990円のやつなんですけどね。でさっきのやつもドライカノコのね、1990円のやつなんですが、このジョンスメイドではだいたい2万円オーバーなんで10倍ぐらいの差があるんですけども、着替えてみますね。では、着替えていきます。はい、といかがでしょうか。ちょっと雰囲気をねガラッと変えてみました。ちょっと以前の画像を見ていきましょう。まずはですね、こちら大きく変えた要因として、1つ目、このイエローのポロシャツのコーディネートありますね。これはまずは何かというと、ポロシャツはもう柄行くと絶対子供っぽくなるから、もう僕は柄絶対行かないんですけども、まあこういう柄着ちゃうとね、どうしてもちょっと子供っぽく見えちゃうよねっていうことで、これ女子に見せてください。女子ね、絶対はい、これ好きっていう人おらんから、自分の子供にやったら着せたいなと思うかもしれんけども、これパートナーとか恋人とかがこれ着て嬉しいって言われたら、ちょっとそれさすがにって言うと思いますので、まず柄が赤いねと。で、次二つ目っていうのがショーツですよね。このコーディネート合わせるときに、ポロシャツはええんやけども、次、パンツが、やっぱりショーツは合わないんでね、こう襟ついてるものって基本的にはまあ長袖とか、綺麗めになるじゃないですか。だから、よくレストランとかでもドレスコードでね、襟ついてるやつとかってあったりするけど、大体そういうとこでショーツ履いてはいかれ僕一回なんかね、クラブ入ろうと思って、クラブ行きますって言ったらね、ショーツの方は NG です。あ、そんなとこあんねやと思って入られへんかったことがあるんですよ。だからまあ長ズボンはね、ポロシャツの時はまあマストになってくるかなと。そしてあとサイズですよね。これ巷ではみんなオーバーサイズとかって的なこと言うんですけども、それは似合う人は似合うけども、似合わない人は、僕みたいにオーバーサイズがあんま似合わない人って、こうジャスト系のが似合うんですよね。でこれは体格3つにもう分かれてるので、その3つのうちのどれか、ウェーブなのかストレートなのかナチュラルなのかってなって、僕みたいにウェーブの人はもう確実にこう細い方が絶対的に似合うと。でストレートの人はまあその人も同じくこういうジャスト目の方が似合うと。唯一ナチュラルっていう人だけがオーバーサイズに似合うんですよ。だからほとんどの人が該当してないんで、まあオーバーサイズは巷で流行ってるけど、そんなかっこいいもんではないかなって個人的には僕思ってるんですけど、まあそういう大きさまずありますよね。と3つ目ね。で4つ目というのは何かっていうと、お得意の生地感ですね。これカノコっていう編み方してるんですけど、このボコボコした風合いがどうしてもカジュアル感が出てくるんですけど、僕今これ着てるようなニット感、こう糸の細いのってね、まあハイゲージって言ったりするんやけど、その網がこうつるんとして光沢が出てくるように見えるんですよ。なんで光沢出てんのっていうと、糸が細いから。でこっちは糸をあえてボコボコさせてるから、よりカジュアル感が出てくるってことで、この4つがね、まあ、注意点になってくるかなと思います。あとね、僕個人的にね、いつもポロシャツ着る時とか、大人っぽい服装にちょっと合わせようとする時、いつもしてることとしてはね、何かっていうと、結構関係ないってみんな思うんやけども、おでこ見せる、おでこを見せるとね、一気に大人っぽく見えるんですよ。だからこういうポロシャツ着る時とかに、こうペターンってした前髪パッツン状態で着ちゃうと、なんか違和感あるんやけども、こうオールバックとかにしたりとかして、おでこを出していったり、センターは
パートとかにしておでこ出していくとそれっぽくね一気に着こなせるんじゃないかなということで、今回はね脱おじさんということになっておりました。だから意外と服単体で言うと悪くはないんやけども、そうあなたに似合ってますかってね、こう僕に似合ってるんかって言われたら確かにこうボーダーはなんか合わへんよねって、なんでかっていうと僕の顔的に直線の柄が合いづらいから、もうちょっと花柄とかこう丸い柄は顔に合うんですけど、こうまっすぐの柄がまず似合わないっていうこともそうやし、で次にショーツを合わせるっていうのはそもそもコーデ的に、まあ、もう教科書に書いてあるぐらい襟ついてるものに半ズボンってなかなか難しいよねっていうことになってくるので、まあ、それは、まあ、普通の基本誰には当てはまることですよねと。で次にオーバーサイズ、これはもう人の体格によって全然骨格によって変わってくるので、みんながみんなオーバーサイズっていうことじゃないですよねと。特に僕の今回の例が分かりやすいですね。僕全然オーバーサイズ似合ってないけども、ジャストサイズの方が絶対いいと思うので、どうです、分からんけどもね。最後は生地感ですね。夏場やとあんま分からんけど、特に冬場のニットとか着るじゃないですか。でニット着る時もこう光沢感のあるつるんとしてる方が大人っぽく見えるし、ローゲージって言ってボコボコしてるニットとかはちょっと子供っぽく見えたりとかするっていうのもあるので、フリースもそうですね。フリースもボコボコした感じのフリースよりこうサラサラしたフリースって言ったら分かるんかな。例えばパタゴニアのレトレックスみたいなこういうね素材感のものを着るよりかは、どっちかってこうつるんとしたこういう光沢感のあるようなサラサラした方が、まあ、大人っぽく見えるとか、まあ、そういうのもねあるかなと思います。まあ、この辺に関しては僕の得意な生地感っていうところもそうやし、あとまあパーソナル診断も僕持ってるので、そこに合わせてね、自分の似合うのって言ったらこんな感じかなと思ってね常日頃やらせていただいております。でね、パーソナル診断に関してはね別の動画でも言ってるんですけどね、僕の師匠のところがおすすめやし、それ以外にあったらね男の人がいいっていう方であれば東京にね唯一やってはる方もいらっしゃるし、それ以外にねめちゃくちゃ勉強熱心な美人な人もいてるんですよ。でその人がいいっていう方はね大阪市内にいてはるので、ぜひぜひねそういうとこ行ってみてください。そしたら自分に似合うのとか自分に似合う色とかも分かってくるので、ポロシャツもグレーが悪いわけじゃなくてグレーが似合う人もいてるんですよ。でも僕全然似合わへんからこういう暗い色の方が似合うんですけど、人によってはこの暗い色を着ることによって顔の表情が一気に暗くなる人もいてるので、で人によったらこう引き締まって見える人もいてるって、まあややこしいんですけどもね。まあ脱おじさんって言ってもいろいろあるんですけども、30代40代いろんなね着るシーンがあると思いますので、まあこの辺をね注意して選ぶっていうのは一ついいんじゃないかなということで、今回大真面目な動画を撮らせていただいたということになっているので、本日はですね脱おじさん30代40代の大人ポロシャツ正解はこれということになってました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。